これよりいかなる撮影もお断り申し上げます。いい感じのとこに行けるんかな、これリフト乗り場。歩いて登ろうなどとは、登れる？登れるかもね。いや、前言撤回。歩いて登りたい人は登ってください。私はリフトを使います。おちゃんちゃちゃん。このリフト乗るのなんてね、何年ぶりだろうね。自撮り棒持ってんだけど怖いよね。もしも落としたらなんていう、この緊張感の中をいます。もう息子ちゃんたちはこれ乗ったことないんじゃないかな、あんまりね。ここで一旦ラカンデラというところで降りてですね、さらに山頂へと向かっていくことになります。あ、ここね、ここでこう途中の駅みたいなところがありますね。まあまあ危険なんですね、これね。今のこのスマホの時代、誰かが一人ぐらいはねスマホ落としてんじゃないかなって思いますけど、私は落としませんよ。おお、なんか急にねこの角度がつきました。うん、この今ねこのリフトの力を存分に今利用してる感じです。ラカンデラ駅です、駅です。はい、ここから先は撮影がねできない。あ、携帯電話の使用をご遠慮だから、まあ撮影はまあいいっちゃいいんだよね。ここから先は携帯電話の使用を制限されているというところになります。通信を使ってはいけない、まあ、なんかちょっとね、まあ、今撮ってますけど、ちょっとギリギリまで来たら撮影をちょっとね一旦中止しようかなと思います。ということだったんですが、撮影から何から全部ここから先は禁止されているようです。なのでこの看板をちょっとね撮影したい。これよりいかなる撮影もお断り申し上げます。写真を撮りたい欲望を捨ててお参りすることにのみ。ここの門をくぐるときはですね、邪念を捨ててお参りをしろと、まあ、そういうことらしいですので、ここで一旦カメラは停止にしたいと思います。それでは、はい、ラカンデラすごく良かったですね。この撮影できないのは辛いっていうぐらい、もうマジで撮影スポットだったんですけど、もう心を平らにしてお参りだけしてきました。確かにね、撮影やってたらうっかりなんかね事件が起きそうな、結構なんかね急坂とか滑るとことかいっぱいあったんで、まあ妥当なんじゃないかなと思いました。うん、いやでもなんちゅうかね、ああいうとこ行ったことないですね。建物が岩にめり込んでたりしてですね、不思議な感じだったとこですけど、映像はないです。当たり前ですけどね。ここ頂上まで来ました。頂上はね撮影 OK なんですね。このヤバ系エリアの一番のね、もしかしたら難所というかね、ラカンデラはもう行くべき場所ですね。ちょっと真冬はきついかな。今真冬なんだけど、今日めちゃくちゃ晴れてるんでよかったんですけど、もうなんかね雨降ったりちょっと凍りついたりしたら、もうめちゃくちゃ下が滑ったりとかでかなり危険なとこだったんで、もう本当携帯とかねカメラとか持ってたらダメだなって本当に思いました。なんかねレンジャー部隊の訓練の飛び出し塔みたいなやつがあるんですけどね、この上からは一体どんな景色が見えるのか楽しみでなりません。これなんかぶら下がってる鳥がいますね。え？これ何これ？おーイエス、おーイエス。いやね、期待してましたよ。今日だってね、めちゃくちゃ晴れてるんで。多分これ触ったら。うん。もうなんか罠が仕掛けてあるし。触ったらビーッとくるよ。ヤバ系ラカン山展望台到着です。いや、これはね、当たりですね。まあ、ちょっとね、もう3時過ぎたのでちょっと西日が微妙な感じでさしてますけど、いやいや十分ね、空は青く、うん、なんかねほんと得した気分ですね。今日道を間違えたりね、建物が補修中だったりしてついてないかなと思ったけど、いやそんなことないですよ。こんな晴れた日にこんな景色をプレゼントしていただきました。いやいや、テレビのアンテナはいらないね。観光客の人が少ないですね、はい、まだまだ、うん、少ないがゆえに私たちは今この景色をねほとんど独り占めしている状況なんです、うん、それはいいですね
あの去年も同じこと言ったかもしれないけど、今年はいい年になりそうで、去年もねある意味いい年だったんですよ。あの倒れたりね、店がダメになったりとか、なんか いろいろしたけどもね、前進してるという面ではいい年だったと思います。今年はねもっといい年になる気がするんです。だって僕がそう思うんだから。ロープウェイからの下りです。けど下見たらね結構やばいね、ほら。うん、けど下を見るより前を見ろってやつやね。前を見たら絶景だけど下を見たら超怖いみたいな、うん、だから選択肢は一つ、そう、前を向くのです。下を見てはいけません。いやいや、なんたる絶景ぞ。あとね、地味にこのね、あのリフトの静かさっていうの、リフトってみんなこんなんかな、なんかねアメリカでなんかこういうのとガタガタガタってねうるさかったんだけど、これなんかいいよね、結構気のせいかな。いやいや、あのねほんとね、ここ来てよかったっすよ。めちゃくちゃ景色よかった、本当にびっくらこいた。